はい、おはようございます。ゆずちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は8月22日、あ、ちゃうぞ。25日ですね。今夜の22時20分。また夜7です。ここはちょっと初めての場所で、川ですね。まあ、奥側の、ね、奥側高いでしょ。でね、さっきね、1匹釣れたんですよ。45センチだったかな。そうなんですよね。はぁ、暑い。おちょくられてるの。あぁ、まあ、しゃあねえな。これ、OK とかね、深いやつ良さそうだね。潮を満ちてるね。なんか水が赤い。確かに、ね、足がある、足じゃねえや。牡蠣が結構あるんだよね。あれ、餌ないじゃん。どうしたの？ある？当たれた？なんか魚、これ何？これイワシかなんか、これ。いいよ。まぐせ。ちょっと近づけ。いいの。なん。こうね、遠くから見ただけだったね。深さは多分浅いんだろうな。もう入れないな。お、当たった。来た。来ました。やべ。
しょ。よっこしょ。お、結構でかい。そんなすぐ来るかな。やりました。ありがとうございます。おー、ちゃ針取れてる、危ねえ。25ぐらいか、ちょっと待って。あ、まあ45センチですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ウッドだからリール傷つかなくていい。影になっちゃうね。よいしょ。ちょっと寝かした方がいいんじゃない。大丈夫。そのロープギリギリとか狙った。すいません、失礼します。多いんじゃないんだね。そんな感じであと1メーターぐらい先に行くといいな。いやー、坊主にならねえな俺。ちょっと